日本神話の中で最も有名で最も謎多き神といえば、この神様を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。スサノオノミコト。古事記ではイザナギのミコトが黄泉の国から戻り、つくしの国日向の地方でみそぎを行った際、アマテラス大神、つくよみのみことに続いて生まれた神とされています。日本書紀ではイザナミとイザナギの間にアマテラス、つくよみ、ヒルコに次いで4番目に生まれた男性神とされています。スサノオノミコトは危機の中でとてもインパクトのある数々の行動を残しています。父であるイサナギはアマテラスには高間ヶ原を、ツクヨミやスサノオには海の国や夜の国を治めるよう指示しますが、スサノオはこれを拒否。母イザナミのいる根の国に行きたいと号泣し、その激しさで青々とした山は枯れ、人間たちは若死にするありさま。呆れたイザナギはスサノオを、根の国に行ってしまえと追放します。それを受けてスサノオは根の国に向かう前に姉のアマテラスに挨拶しようと高間ヶ原に立ち寄ります。アマテラスは、この弟は高間ヶ原を奪いに来たに違いないと思い込み、武装して出迎えます。スサノオは、そんなつもりはないという誓約の儀式を行い、自分の真心を見事証明します。その後スサノオは神の田んぼのあぜを壊すと、そこに馬を放って荒らし回り、新嘗祭の祭祀場で脱糞し、馬の皮を剥いで放り込むなど大暴れします。その様子に心が折れてしまったアマテラスは天の岩戸に引きこもり、この世は闇に包まれてしまいます。八百万の神々はスサノオを責め、彼を高間ヶ原から追放します。天界から出雲の国に降り立ったスサノオは串灘姫という美しい姫と出会い、下界の人々を困らせていたヤマタノオロチという怪物を退治し、その尾っぽから出てきた草薙の剣をアマテラスに献上します。この草薙の剣は天皇の証となる三種の神器の一つとなりました。そしてスサノオは串灘姫と結婚し、その子孫が日本書紀によると大穴口の御事、古事記によると大国主の御事となります。大穴口の御事は日本の国づくりを行った国つかみの主祭神として、アマテラス大神から国譲りを要請され、それを受けたという日本創生の神話とつながっていくのです。スサノオノミコトは天つかみの主祭神アマテラス大神の弟にして、国つかみの主祭神大穴口のミコトの祖先となり、つまり天つかみと国つかみを結ぶ重要な存在と位置づけられています。危機の中のスサノオノミコトは天界では父や姉を困惑させるやんちゃな弟、下界では人間のために怪物を退治する勇敢な神様であり偉大な父親と、まるで真逆のキャラクターを持つ複雑な存在に描かれています。日本書紀は大国唐に対する外交政策の一環として、大和朝廷の正当性と日本という国を強くアピールするため編纂されたと言われています。編纂当時の持統天皇は
女性天皇である自分自身と、その息子や孫が天皇を受け継いでいくことの正当性を強く内外に印象づける必要があったという説もあります。日本書紀にも通じていた平安時代の天才作家紫式部の言葉を借りると、歴史書というものは時の権力者が自分の都合の良いように編纂しており、人間の本当の感情やどうしても伝えたい真実の話は言い伝えや物語の中にこそあるということなのでしょうか。スサノオノミコトは日本人にとってどんな神様なのか、リーディングで聞いてみました。見えたビジョンは、視界を竜巻のように雲の塊が移動し、左上が稲妻のようにピカッと光り、そこからシュタッと地上に降り立つ両足です。また神社の社殿の三角屋根が見え、それがいくつも分身の術のように増えていきます。スサノオノミコトは日本の土地に降り立ち、日本のあちこちに今もなお存在していると解釈しました。いつから日本にいらっしゃるのでしょうか。リーディングによると、はるか古代、日本列島が今の形になるずっと以前から、日本人の元となるまさに祖先神というべき神様のようです。何を司っている神様なのでしょうか。稲妻が光った後、両足の動きがクローズアップして見えたことから、人間としての歩み、つまり日本人としての生き方を厳しく導く神様と解釈しました。危機を編纂した奈良時代は、日本にとって大きな外交危機に見舞われた厳しい時代でした。朝鮮半島の国々は隣国唐から絶え間ない揺さぶりを受け、外圧の不安から内乱も絶えず不安定な状態に陥ります。当時倭国は百済との連合軍で、唐新羅軍と白村江の戦いで真っ向勝負しますが、唐の強大な軍事力の前に惨敗します。危機が編纂された天武持統帳はこの戦いの後にあたります。国号を倭国から日本に変え、法律や軍備を再組織し、新羅や高句麗から僧侶を迎えて知識を蓄え、大国唐との付き合い方を模索する大変厳しい時代でした。危機の中で神代に遡り、大和朝廷の正当性を強く主張しているのは、当時の政権が大国に飲み込まれないよう自主的な外交を行いたい、そのためには何とか日本を強い国に見せなくてはという必死さの表れ。とはいえ、危機で描かれる神代のエピソードの数々はとても複雑で、当時日本書紀を読んだ中国側の人々はどう思ったのか、率直な感想を聞いてみたいものです。